今回はりなちゃんとさらちゃんのバッグの中身紹介をしちゃいます。イエーイ。ティアラチャンネル。じゃあまずりなちゃんの見た目からいこうか。うん、私のはこれです。かわいい、かわいい、ピンクと紫だ。うん、これどこで買ったかわかる？わからんよ。これはダブルハート C。 ダブル C で買いました。なんかここについてるよ。あ、それ。あ、ねね持ってるよ。かわいい。ゆなちゃんとねねとりなちゃんでおそろで買った。そう、これゆなちゃんとおそろいです。ねねはピンクと黄色かな。そう、ちょっと大きいけど。あ、斜め掛けにもできるんだ。うん、そう。へえ。じゃあ次サラちゃんの見た目。はい、見た目。サラのバッグはあ、リュック系だ。そう、リュック系。あ、かわいい。これどこで買ったと？これはキャンパスで買った。キャンパスね。キャンパスいっぱいあるよね。そうそうそう。いつこれ後ろは変えられるようになってます。あ、ここチャックあるじゃん、そこ。そう、ここはなんか お財布とかいろいろここから取り出せるようになってます。こうやってこのリボンかわいい。そうそう、そしてお花がついてる。ここの横にもポッケがあります。デニムかわいい。うん、サラのバッグはこんな感じです。です。手にも持てるからいいね。そうそう、手にもこうやって。じゃあ次、中身いきます。じゃありなちゃんから一緒に出すか。1個目一緒に出す。よし、よし。じゃあまずは1個目だね。せーの。あー、待って、何これ出すんでしょう。揃うのでしょうか。せーの。今さっき紹介した筆箱です。違いました。メモ帳です。あ、かわいい。ペンギン。ね、これね、サンリオキャラクターでタキシードサムって言うんです。へえ、勉強しました。めっちゃかわいい。あと筆箱、あっちにも置いちゃったということで、あれは2個目にしときます。はい、ここ置いた。じゃあ、せーの。2個目。ちょっと待って、中身が違う。中身違う。中身が、中身はこれと、うん、ベラッとピンク、これです。かわいい。なんか思いついた時に描けるように。うん。じゃあ1個目。2個目。せーの。このキャラクターめっちゃかわいい。じゃん。今さっきの筆箱紹介のやつらしいです。鉛筆型のかわいいやつ。ああ、うん、サラはキティちゃんのノートです。あ、大きい。かわいい。そう、昔使ってたやつ。へえ。もう書けなくなったけど。書けなくなった。あー、書けなくなったけど入れてる。でも可愛いし、ね、勉強になるからずっと入れてる。ね、じゃあ3つ目。せーの、どーい。またノートで。ノートありまくり。日焼け止めです。え、めっちゃ入ってる。めっちゃ入ってる。あ、スプレー。そうです。これはあのティアラで勉強したことがいっぱい書いてます。え、もうこれあれ、あのスリコ。スリコ、ほんとスリーコインズでこのポーチを買いました。じゃあ4つ目。せーの、またノートです。どんだけノートね。うちはもうないから。これは新しいノートです。うちはもうないから。こっちは古いの。ティアラで勉強したことが書いてるノート。ポーチはどうした。で、これで結構いっぱい。5つ目、鏡です。あー、かわいい。これサラのお気に入りの鏡。おお。次は6つ目。6つ目、りなちゃん終了らしいです。日焼け止めです。あー、最後になんかバームクーヘンのキーホルダーがついてます。なんかやっぱり。で、最後このポッケに入っている付箋です。付箋まで入れるんだ。かわいい。と、まだまだあるの。ゼニーでもらったテープです。テープ。そう、今さっきさ、もらった定規と一緒に入ってたテープ。かわいい。これ折りたためるの。あ、福袋みたいにいっぱい入ってるね。そう、かわいい。以上です。ですですです。ということで、今回はりなちゃんとさらちゃんのバッグの中身紹介をしてもらいました。めっちゃ可愛かった。りなちゃんはめちゃくちゃコンパクトだけど、さら、うんうんうん、ちゃんは
バッてもう入ってる。勉強熱心、もうノートがサラサラ書いて、しおりも入ってる。そう、めっちゃ付箋付箋付箋だよ。筆箱紹介の時はめっちゃ筆箱が入ってたからさ、うん、あ、筆箱が入ってたじゃない文具が入ってたからね、めっちゃ、うん、勉強熱心です。セロハンテープも入ってるでしょ。そう、ジェニーラブですね。なんかおしゃれだけど勉強熱心って感じ、めっちゃ可愛かった。それでは皆さん、バイバーイ。さようなら。